はい、それじゃあですね、早速その場所で、できることをやってみたいと思いますけど、基本的な、足の使い方、まあ、これがね、僕が今からいろんな動きを、何回か分けて、発信していくつもりですけど、これやったらサッカーが上手くなるとかっていうことではないかもしれませんけれど、やっぱり一番最初に申し上げたように、足の神経を増やすこと、つなげることっていうことを意識して、やってもらえればと思ってます。一番最初はね、基本的なステップです。1、2、3、4のリズムでいきます。足を交互に。ただし、1、2、3、4。3、4を同じ足で2回ついてください。こういうことです。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。1、2、3、4。10回、その場所でやりましょう。僕もやりましょう。1回、10回ね。はい、いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、10回です。の中で今度は胸をね、ちょっと動かしてもらいたいなと思います。つまり左足を上がっている時には胸を左に向けましょう。右足が上がっている時には胸を右に向けましょう。はい、それを10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。右足が上がってるっていうのはキックのイメージです。で、胸を右に向けるっていうことは、大体サッカーの中では自分の胸を動かして相手のディフェンダーの胸をどう動かすかっていうようなことも、多分上手い選手たちは感覚的に知ってるんだと思いますね。その自分の胸の位置を動かして、相手の胸の位置を同時に動かすことによって、その瞬間タイミングでどのパス、どの方向に出せば相手の逆を取れるかっていうようなことを考えながらやってもらえたらいいのかなと。で、同時に足を動かしながら胸も動かして、さらに次はその胸と同じ方向に顔を動かします。つまり右を向いて足が上がっている状況っていうのは、僕からすればパスが出せる範囲っていうのはこのエリアです。このエリアね、体の構造上アウト使えたら別に、それはまた別の話なんですけど、その時にこの方向のエリアにパスを通そうとした時に、相手のディフェンダーに読まれない体勢をいかに作るかっていった時に、右に胸を持ってきてください。顔を右に向けてください。それによって相手が気づかないところで瞬間をチャンスに変えるっていうパスコースを選ぶような、そういうプレーにつながっていくんじゃないかなと思って、こういう動きをやってもらいたいなというふうに思ってます。顔をつけますね。はい、1234、1234、1234、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。それもできたら10回ぐらいやってほしいなと思っております。まあ、ちょっと3、4を同時に使う。1、2、3、4、3と4を使う。1、2、3、4、足を変えて3と4を変える。右、左、右、左なんですけれど、まあ、慣れない人は最初ちょっと戸惑うかもしれませんけれど、まず基本的なことを1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。このリズムで片足、サッカーで言ったら軸足になる足をいかにうまくいろんなところに、いろんなタイミングで使うことによってプレーの幅が広がるかもしれないっていうところに、行くんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってますので、ちょっとまあ足をそういうふうに動かしてもらえたらいいなと思います。